今回は佐々木勲さん、そして秋川雅史さんの共演です。しびれるようないい声、はい、さらにダンディーなお二人。そうですね、もう自慢の声でどのような歌を披露してくださるのかもう楽しみです。はい、それでは早速幕を開けましょう。どうぞ。秋川雅史さんと私佐々木勲のスペシャルステージ、まずはこの歌から。宇宙戦艦ヤマト発進。能代市立能代南中学校の皆さんと一緒に力の限り歌いましょう。さらば地球よ船は宇宙戦艦ヤマト。宇宙の彼方イスカンダルへ運命背負い今飛び立つ。必ずここへ帰ってくると、救う使命を帯びて戦う男、燃えるロマン。誰かがこれをやらねばならぬ期待の人が俺たちなら、みんなを離れイスカンダルへ春ば強い歌声を響かせてくれたのは能代市立能代南中学校の皆さんでした。若い皆さんありがとうございました。もう一度盛大な拍手を。改めましてこんばんは、佐々木勲です。皆さんこんばんは、秋川雅史です。いやー、みんなで歌う宇宙戦艦ヤマト、最高に盛り上がりましたね。僕もね、いつも以上にこう気合が入りましたね。いや、とにかくね、はい、子供の頃から夢中だったこの宇宙戦艦ヤマトをね、本家本元の佐々木さんと一緒に歌えるとはもう本当にもう感激で、もう最高でした。こちらこそありがとうございました。今日はこの2人でジャンルを超えた歌をねお送りいたします。とても大切なことを忘れていました。佐々木さん、はい、今年デビュー55周年、誠におめでとうございます。私たちの世代からいくと、はい、この佐々木さんというと、まあ、数々の名作のアニメソングを歌うアニメソングの大王というイメージが強いんですけども、デビューの頃というのはどのような歌を歌われてたんですか？なんとね、スタートはロカビリー歌手だったんです。ロカビリー歌手、はい、あ、なるほど。僕がデビューした1960年代っていうのはね、はい、洋楽、向こうの曲をね、はい、日本語で歌う、あれカバーポップスがもう全盛時代でした、ね、私が生まれたのが昭和42年ですから、はい、ですから私の父や母が夢中になって聴いていた時代でありますよね。そうなりますよね。もう今ではオールディーズなんてジャンルに呼ばれてますけどね、はい、いや本当にこういい歌がたくさんありました。秋川さんに歌ってほしい歌っていうのもたくさんありますよ。そうですか、うん、いやそれはちょっとぜひ挑戦してみたいんですけど。あ、一緒にやってみます。やりたいです。あ、ぜひ。それではやってみましょうね、はいはい、それではまずこの曲から発射。
者は今は傷ついたこの胸をいたわるようにガタゴと揺れてゆくバイバイラブさようなら心にしみるあの歌もああ恋の片道切符悲しみに胸もつぶれ握りしめるこの手にはああ恋の片道切符Go on a one way ticket to the blues Go on a one way ticket to the bluesさんと並んでロカビー3人男の一人山下慶次郎さんがカバーしたといえばこれダイアナ行ってみよう君は僕より年上と周りの人は言うけれどなんてったって構わない僕は君に首だけ死んでも君を離さない地獄の底までついてゆく Please stay by me Diana 誰もいないと言ってくれ I love you 心から Oh, 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 Only you can take my heart Only 僕には君だけだ When you hold me in your loving arms I can feel you giving all your charms 抱いて抱いて抱きしめて来ましたね。でもね、この調子で、はい、昭和36年に飯田久彦さんがカバーしたこの歌、二人で行ってみよう。はい、悲しき街角。街角で別れたあの子は今どこにいる？いつも思い出して。Why? Why? 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 Why?
カバーポップスの名曲をお届けしました。まあ、このカバーポップス、はい、このロカビリーの、ね、はい、人気ってその当時 どんな感じだったんですか。当時はね、客席から紙テープがボンボン飛んでくるんですよ、はい、でそれをね、体に巻きつけたんですよ。巻きつけて、はい、って歌ってるとね、お客様が興奮してステージ上がってきて、はい、ステージに上がってくる。もう歌詞を、ね、引きずり下ろすわけ、歌詞の方は引きずり下ろされてたまんないから、はい、マイクスタンドに捕まるじゃないですか、はい、マイクスタンドがギューッと客席側に倒れたり。いや、ちょっと今じゃ考えられないような熱狂ぶりですけども。 そうですね、でもそんな中でね、はい、その佐々木さんって当時和製エルビス・プレスリーと言われて、雰囲気がちょっと似てるって言われた。何かそう、デビュー曲がプレスリーだし、はい、それから、まあ、プレスリーのヒット曲ずいぶんカバーしました。あ、はい、なるほど。この日本人離れしたこのルックスと、ね、このスラッとしたスタイル、まさに、ね、佐々木さんが和製エルビス・プレスリーと言われた理由、とってもよくわかります。いやいや、そういえばさ、はい、顔立ちなんか日本人離れしてるって言われません？いや、あの、どちらかというと、うん、ソース顔って言われます。そうでしょう、濃いと言われます。よくこの顔立ちとこのスタイル、はい、とね、エルビス・プレスリー似合うと思うんだけどね。できますかね。いや、できますよ。二人でエルビス・プレスリーになりきっちゃいましょう。わかりました、挑戦。ほら、え、これは衣装、あ、衣装が出てきましたけども、はい、こんなのどうかな。これなんかちょっとサンバのようですけども。あ、これは違いますね。これはサンバですね。あ、隣にある。これいいですね。どうでしょう。ミカさんみたいになっちゃうかな。あ、そうですか。私はってなっちゃいましたね。あ、やっぱりエルビスはね、これですよ。あ、これですか。これ。あ、これですね。ちょっと着てみてください。いいですか、はい、ちょっと。いや、きっとこのひらひらが何とも言えないんですよね。お、じゃじゃん。おお、素晴らしい。自然にスタッフをパッとかけて、こんな感じで良かったですか。どうですか、佐々木さんもぜひ一緒にこれで踊りながら歌うと多分汗びっしょりになると思うんですけども。それでは、あ、これでもうちょっとお待ちください。バッチリじゃないですかこれ。もう一つ、はい、なんかエルビスに近づきたいですね。そうなんですか。これいきましょう。どれでしょう。あ、これですね。それではお互いプレスリーに、はい、なりきったところで、プレスリーのこのヒットナンバーからいってみましょう。はい、ハッツースリーフォー、ハッツースリーフォー。の景色も悪くはないけど、ラインの景色も悪くはないけど、おいらはやっぱり自由なテキサスが好きさ。ハッツースリーフォー、キュベッシュ GI ブルー、 GI 狩りから GI グッズまで、やりきれないよ。ドイツな料理も飽き飽きしたはず、ドイツな料理も飽き飽きしたはず、夢にも見るのはテキサス生きてる日、俺たちだって勲章は欲しいさ、俺たちだって勲章は欲しいさ。だけど毎日毎日更新ばかりさ。やりきれないよ。
ション GI ブルース、オーキュペーション GI ブルース、韓国バンドがジャンプすりゃ石の壁さえそういんなさ、レッツロックみんなでレッツロック、さあみんなで一緒に空を踊ろうよ韓国ロック、この仕上げフィーのサクソフォン、チビの女が吹くトロンボン、イーナイストラバがドンブンバン、リズムセクションはギャングでもレッツロック、みんなでレッツロック、そうみんなで一緒に空を踊ろうよ韓国ロック、踊ろうよ韓国ロック、踊ろうよ韓国ロック、ダンスのジャルサンドラッシュ、ダンスのジャルサンドラッシュ、さあみんなで一緒に踊ろうよ韓国ロック。もう佐々木さんのおかげで、もうこのプレスリーにハマりました。いや、もうプレスリーって言えばね、はい、こういうロックンロールはもちろんなんですけど、はい、ジャンルを超えて、はい、恐れ見よとか帰れソレントへなんて、感想も歌ってるんですよ、ね、なるほど。秋川さんは、大体歌の出発点がイタリア、はい、そうなんですよ。なので、まあ、4年間ね、私も大学卒業してからイタリアに住んだので、はい、まあ、自分のふるさとのような、そんな歌のような気がするんですよね。感想ねっていいですよね。情熱的でこうメロディックで、日本人の心にさーっとこう染み込んできて、そうですね、たまらないですよね、まあ、続いてはこのお互いの声で、はい、イタリア生まれの名曲を皆さんに届けてみませんか。感想ねですか、私もじゃあ挑戦してみます。私は昭和33年にサンレモ音楽祭の優勝曲として大ヒットして、はい、まあ、最近ではジプシーキングスがね歌ったことで注目をされた、はい、ボラーレという曲。それで僕はね、はい、昭和39年にイタリアのプレスリーと言われた、あ、ボビーソロという方がいた、はい、その方が歌って初のミリオンセーラーになった、頬にかかる涙歌います。はい、それでは私から行かせていただきます。夢は再び帰らずとも、喜びの胸は空に映え、風と共にいつまでも遠く、果てしなき夜空に飛び去る、
一筋の涙流れるその頬、素直な女心の印なのに、潤んだ瞳の深いそのわけを、どうして気づかないで過ごしたのか。許しておくれ、あの夜を今でも身に染みて、忘れる時もない、熱い恋の涙、あの日の涙を、してしまう佐々木さん、ロカビリー歌手、そしてアニメソング、まあ、いろんなジャンルの顔をお持ちですけども、声優としての顔もお持ちなんですよね。そうなんですよ、もう声優としてはね、アニメももちろんですけど、はい、海外のいろんなスターの声吹き替えやりましたね。大体これまでどのぐらい、何役ぐらい、何人ぐらいの役を。そうだな、人数にしたらね、20人か30人ぐらいで、別に大したことないんですけど、ね、いや大したことありますよで、はい、佐々木さんがその中でも一番お気に入りの役というのはありますか？もうね、30年ぐらいやってるから、はい、シルベスター・スタローン。スタローンの、はい、スタローンの声をされてたんですね、はい、スタローンってね、はい、喋るっていうよりね、吠えるっていう感じで喋るんですよ。だからよく若い時はね、毎日もお酒飲んで声荒らしてからスタジオに入ったってこともありましたね。荒らしてから、はい、ちょっと聞かせていただけますか？あのロッキーがね、はい、世界チャンピオンと戦って、はい、最後に立ち上がって、あのリングサイドにいる恋人に向かってこう呼びかけるっていう、はい、あれを言いましょう、ね、はい、エイドリオン。おこれ歌えなくなっちゃうんですけど、秋川さん、はい、秋川さんロッキーやってみません？ロッキーですか？秋川さんやったらどうなるんですか？吠えるようにですよね。そうです、吠えるように、ワン、ツー、スリー、キュッ、エイドリアン。もういいですか？そこまで伸ばしたらさ、もうエンドタイトルの映画終わっちゃうよ。終わっちゃいますか？やっぱり秋川さんはね、はい、ロッキーよりオペラの方が、ね、オペラですか？そうですねまあこの映画の話が出たところで、まあ、続いてはこの世界中で大ヒットしたね、名作映画の主題歌を2人で、いい歌ありますよ、日本でも大ヒットしました、はい、ゴッドファーザー愛のテーマ、はい、それでは2人の共演でお聴きください。お聞きください。
世界の片隅に、やがて二人の朝が来る。溢れる光が頬の涙を映し出し、愛する心に言葉はいらない。どうぞ一人で泣かないで、忘れかけてる悲しみを窓から逃がして、そっと二人で見送ろう。素晴らしい名曲ですよね。この音楽聴くと、本当にこのメロディー聴くと、あの映画のワンシーンが出てくるというね。殺伐とした中にね、こういう綺麗なメロディーが流れてきて、両方が盛り上がりますね。そうですよね。さて、今日のスペシャルステージ、はい、2人の声でジャンルを超えたね、さまざまな楽曲をお届けしていますけども、はい、声といえば、うん、憧れの声の持ち主がいると伺ったんですけど、その方はね、はい、フランク永井さん。フランク永井さん、永遠の憧れですね。ああ、そうですか。はい、あ、秋川さん、はい、秋川さんがさ、はい、フランク永井さんのナンバー歌ったらどうなるんだろう。なるほど。フランク永井さんって、うん、こう低音の魅力がある方ですよね。はい、じゃあ秋川のテノールで高音で歌ったらどうなるのか、ちょっと挑戦してみてもいいですか。僕のリクエストに答えてください。はいはい、まずはこの歌から。忘れはしない。
悲しい悲しい眼差しを。さよなら、さよなら。
佐々木さんの声で聞くこのフランク永井さんのこの低音の声、本当に素敵でした。いやいや、そのままもう秋川さんに、ね、そのセリフはお返しします。いやもうあのフランクさんというとね、はいはい、吉田忠先生の曲をたくさんたくさん歌ってる、いや吉田忠門下生でもあるんですよね、はい、なるほど。佐々木さんも吉田忠先生とはこのご縁があったんですよね、はい、そう、今からもう20年ぐらい前ですけどね、はい、このお前にっていうのをテレビで歌わないかっていう話がありました、はい、で僕は吉田先生に直々にレッスンをお願いしたんですよ、それでその時ね吉田先生が、佐々木君、僕君に頼みがあるんだよって言われました、何でしょうかって言ったら、いや来年その僕作曲家生活50周年を迎えるんだけど、それでその記念曲を作ったんだけど、肝心の歌う人がいないんだよ、それで佐々木君その低音で歌ってくれるかいって言われて、なるほど、身に余る光栄じゃないですか、こちらこそお願いしますって言って歌ったのが、雪の慕情っていう曲なんです。なるほど。吉田先生が最愛の奥様に向けてこう作られた曲なんですけど、はい、これはあの残されていく最愛の人を思う歌。なるほど。ついにこれが先生の遺作になってしまったんですけども。なるほど。じゃあ佐々木さんにとっても特別な歌になったわけですね。そうですね。ではその歌をぜひ聴かせてください。雪が降る雪が降る音もなく、しんしんしんと降り積もり、君の白い襟足のように、僕の心にしんしんしんと降り積もり、君の寂しい遅れ毛に誓う佐々木さん、胸が熱くなる歌を本当にありがとうございます。本当今日はね、はい、秋川さんといろんな歌を歌えてすごく楽しかった。いやいや、もうこちらこそ勉強にもなりましたしね。感激です。いやいや、お互いに本当に初めてのね、そうですね、コンビでやりましたね、楽しかった。でも残すところね、今日のステージあと1曲ということになりました。最後はどんな曲をお手掛けしましょうか。最後って言ったらやはりこの歌を歌わないわけにはいかないでしょう。あの歌ですか、秋川さんの千の風になってですよ。ぜひ、僕にも歌わせてください、はい、ぜひ佐々木さんと一緒に歌わせてください。
私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風に、千の風になって、あの大きな空を吹き渡っています。さん、そして秋川雅史さん、素晴らしいステージありがとうございました。ありがとうございました。新 BS 日本の歌、そろそろお別れの時間となりました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。そしてそしてご案内役の伊藤史郎さん、どうでしたか。いや、皆さん今回も熱唱熱演でした。佐々木勲さん、秋川雅史さんの声の素晴らしさにはしびれにしびれました。ありがとうございます。司会のお二人も本当にお疲れ様でした。若さが溢れていましたよ。ありがとうございます。会場のお客さんもたくさんのご声援本当にありがとうございました。
それではおしまいは番組の名前で締めましょう。皆さんで元気よく頼みますよ。新 BS 日本の歌。